まではロシア、私たちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今日はな、最近ちょっと思うのが、まあ、うちのチャンネル結構男性の視聴者も多いから、ぶっちゃけうちのチャンネル、ちょっと待って、何、うちのチャンネル、うちのチャンネル、うちらのチャンネル、めんどくせえ女だよおめえ、そんなのうちのっていうのはかん、なんなの、ちょっと入れろよ誰もあんた入れて何、入れろよ、ええそっちじゃねえよ、何を入れてほしいの私を、お、まあとにかくうちのチャンネルはちょっと男性視聴者が多いっていうのがあるから、まあ女性が思うぶっちゃけこういうのって勘違い男だよね、かっこ性にまつわる事情編、小話、そういいね、やってみたいな。男好き、もちろん勘違い男は好き、好きじゃない、苦手、苦手、うん、なんで苦手なの、嫌じゃない勘違い男って。でもちょっとそのなんだろう、可愛げもあるね、可愛げもある、可愛げもあるの、勘違い男はちょっと勘違いしてないと可愛げがないっていうのもちょっとある気がする。ちょっと可愛げの勘違い男を紹介してほしいな。最近よく友達で一緒に飲みに行く、あの、のんけの友達がいるんだけども、そいつがないつもお酒に酔うと気分が良くなって、多分なちょっとコンプレックスやと思う、童顔な顔してるから、童顔やなって言って、そう、童顔って意味わかる？童顔、ちょっと赤ちゃんっぽいとか、そう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 いう感じ、なんか子供っぽい顔していること童顔って言うんだけど、よかった、なんか間違ってた話だと思ってすげえ。で、まあその童顔やなって話とかよく多分されるからやと思うんだけど、結構とかすると女の人にこういうの初めてってよく言われるんすよ、こう見えてっていうことを毎回言うやつがいるのよ。かなり俺は女とするとこんなの初めてって言われるトークをしてくるわけよ、これすげえぜみたいな、うん、まあ俺はそれを聞いてなんかまたこれ酔っ払ってきてちょうどご機嫌が良くなってきた頃合いだなって思うからあれなんだけども、でもさ勘違いじゃないそれ、それはちょっと勘違いだね。だってさ毎回よく言われるっていうことは、まず絶対そいつが終わった後ベッドの中で、ね、どうだった、っていう、なんていうの、その感想を求めるねん、絶対絶対求めようねん、だからそういう感想が出てくるね、こう、あ、こういうのは初めてって言われてる、え、だって終わった後に女言うのないもんね、めっちゃこんなの初めて自分からあんま言わへんやん、でもそれ言ってるってことは言わしてねん、絶対それどうやってよかったっていうの絶対言ってる、まずドン引きやん、それでドン引きやんかで、こんなの初めてって言わばな、ご飯友達にもらった時、手作りのご飯ももらって味が微妙だった時に、あ、言えへん、不思議な味とかって言うやんか、もうそれと一緒やねん、こんなの初めて、かわいそうや、かわいくないやつ、こういうのはだって気持ちいいと、よかったとも言わず、こういうのは初めてっていう意味やから、結構これ女よく対応してんねん、あの微妙だったの感想を言う時にこういうのは初めて、でもそいつはもうこんなの初めてって言われたぜっていうふうに思ってるから、でもなんかそういう勘違いをしてるんだなって思うとちょっと可愛くはなってくる、でも夢見てんじゃねえよっていうことなんだよ、お前やなだってよ、そんなさしてさ初めてってなくない、ないと思う、こんなの初めてって想像を絶するセックスってある？今まで想像だにしなかった、てか言わなくても男わかんじゃない初めてだったら女のあーみたいなこう暴れ具合で、あーすごい気に入ったんだなっていうのは、う、ね、多分聞かなくてもわかると思う、まあ、だからそういうのがちょっと勘違い男やけども、まあでもなんかまあそうやって勘違いして自分の童顔を隠すためにこうやってやってんだなっていうのを考えると、俺はちょっと可愛いなって、ちょっとまだ許しの心はある、一昔前の自分は勘違いすんじゃねえよだったけど、今ちょっとそういうなんか許しの心が出てきた、まずね、そもそも男は最後に感想を求めるんじゃないって話だ、そう、感想を求めない方がいい、嫌だよ、結構興ざめじゃない、それどうだった言えない、そんなん良かったとしか言いようがないし、でそれをお前の感想なんかセックスの基準にしてんじゃねえって話だし、それを俺に話すんじゃねえって話だし、俺はお前とその女の
なんて想像もしたくないんですけどっていう。めっちゃ熱いよ、めっちゃ熱いよ。今日めっちゃ熱く語ってんな。エアコンつけようか。大丈夫。どう、アレちゃんもこういう勘違い男に困らされてるってないの？あるよ。でもこれどういう心理でやってんのか分からへんみたいな、ちょっと解説してほしいわ、これなんか、どういうわけか。なんかたまにメールとか連絡が来るやん、何してんのみたいな、うんうん、で例えば、まあ、知り合いとかに、うん、まあ別に何もしてないよって答えた時に、こう、俺はどこどこで何々食べてるとか言って、なんかすっげー自撮りのなんかカッコつけてる写真送ってくるやつ。おー、なるほどな。なんかこういう風に撮ったりとか、うん、たまになんか車に、かっこいい車に、高そうな車に乗ってるやつとか、うん、送ってくんの、うん、どういう心理なん？どういう心理？何を考えてんの？え、まああのーすげえ自分のことかっこいいと思ってんのかな。いや、多分な、かっこいいとかじゃなくて、嘘じゃないねんで。あ、嘘じゃないアピール。ほんまになんかな、自慢もしたいねんけど、俺車いい車乗ってるんだぜって言いづらい。なんとなくこう写真送ることによって言葉にしなくてもこう自慢ができる。できる、ちょっと。だからもう絶対その写真って多分全面的にではなくて、多分もうなんかさりげなくこう置いてあって、でもこれが高いものみたいな、なんかそういう、なんていうの、その、あ、これ気づいちゃったみたいな感じの、そういう感じだと思う、多分。まあ、あとはなんかその、やっぱり浮気癖があるから、やっぱり浮気をしてない時は、なるべく証拠を残して取る癖があるのかもね。え、彼氏じゃないのに？あ、彼氏じゃない人から来るの？じゃない人。彼氏じゃないのに送ってくんだって、写真、自撮りを。顔に自信があるのかな。いや、でもでも、え、どう、裸の写真送ってくるやつおらへん？裸の写真、裸の写真ちょっと嫌だね。ちょっとムラムラさせたいんじゃない？ムラムラしない？なんかやっぱり女の人って男の人の体に対していい体だねとかってなかなか言わへんやん。女ってでも男に対してあんまりムラムラしないやん、こうちょっと上半身の裸見ただけでは。でもなんかそれでちょっとご褒美あげようみたいな。それもちょっと勘違いね。え、なんで送るんやろな。俺はめっちゃ送られてくるけど、めっちゃムラムラする。めっちゃムラムラしてるから、俺には全然送ってください、裸の写真。まあ、あとさ、あの個人的にはな、これは世の女性の言葉ではなくて、ほんま個人的にはなんやけども、男性がアクセサリーつけるの結構嫌やね。なんかでも苦手かも。苦手？あのね、何が嫌ってつける時の仕草、俺は想像しちゃうの。あの、なんていうの、そのつけてる状態がかっこ悪いとは言いません。全然そのつけてる時の状態は別に悪くないなって思って。俺はそれを見た時に、この人はこれをつける時、例えば女の人がピアスをつける仕草ってこうじゃん。でこれってよくドラマとかでもさ、出される可愛いポーズじゃん、割とこういうのって。で、あのネックレスつける、あれちょっと髪の毛をこうして、こう、そう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 、ここでこう、そういうのが想像できるから女のピアスは可愛いなって思うし、で、あのこのこれもこうやってこうやってるのも、そう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 、そういうポイントがあるからいいんだけども、男がってやってるのって想像したくなくない？いや、ちょっとかっこ悪いね。俺はもう見えてまうねん、それをやってる時に。なんならあわよくば、そのピアスを買う時にどういう心境で選んでるかって、なんかこうこうやって見比べたりとかしてるのとかも想像しちゃうの。もちろん時計とかだったらね、男が時計を外す仕草ってこう、時計超かっこいい、こうなんていうの、俺も時計すごい、でもう前に、なんならこう追っ始まる時、あ、ごめん、ちょっと時計外すの、ちょっと待って、またっていうのとかやってほしいわけよ。でしょ？ネクタイもやっぱこうやってやってるとか、ネクタイもかっこいい、かっこいい姿を想像できるから、外す時やばい、そうそう、だから付け外しをするときに一般的にはかっこいいとされてる仕草なのか、そうでもないかっていうのが個人的な基準で、だからやっぱ指輪もあんま好きじゃないな。まあ1個ならまだいいとして、1個だったらなんかこうこうやってやっ て、なんか許せるねんけど、やっぱなんか何個もつけてるとちょっと、やっぱ時計選んでる姿は可愛いじゃん。あ、この時計、これかっこいいっすね。これ、あ、いいっすね。これはどうっすかみたいな。なんかその姿は別にかっこいいし。あ、想像できない。なんか指輪とかを。そう。
でしょでしょやってんの許せるのはな、もうずっとつけてるやつ、ずっとつけてる、ずっと日をまたいだらいいかなって思う。その日の朝を想像するから、朝起きた時、要はした後に朝をその人の支度の光景とかがやっぱ一番大事だから、こうパッ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 ってやってほしいわけよ。消防士がいい、消防士まあなんかそういう感じです。要はアクセサリーで俺キメキメだぜっていう勘違い男は俺は好きじゃない。